ですね、そうなんですよ、便利がいいですよ。洗濯機はね、ここにあったんです。あ、ここ裏にあったよ。はい、はい、使いました。そう、染め物やるときはね、二層式が便利なんですよ。そうです。一回水に浸して、もう一回繰り返して。何回もやらなきゃいけない。一回で済まない。うん。ね、よかった。当たり。変わんですね。ね、もうちょっと掃除したら止まることもできるかな。まだ匂いある犬の匂いはしない。そうそう、動物の匂いがね、いけない。子供できたらなんか。あの男の人もここに来たの。いいかとか。ここはいいかかかってたの。うんうん。もうそれ来たの。いや、来てない。ここうん、そう。テレビはついてるね。テレビはあるけど、ああ、それね、それパソコンで今。いいね、ハルさんも、もったいねえ、あんた。映っちゃうね。そう。映してるんですか。あんたと映るよ、どうですかね。あんたも抜きあったかい。ねえ。おばちゃん何時に寝てる？早いでしょ。決まってない。テレビ見たら見られて何にしてるの。何で決まってない。あ、そうか。いや、昨日さ、何時だったかな、帰ったのが、うん、こう布取り行って、うん、8時半ぐらいかな。通った。うん、通ってさ、あ、多分ここはあのおばちゃん家だねって言って。おばちゃんって分かる。電気ついてないとか言う。あ、そうそう、そこで。カーテン閉めてか分からん。うん、ああ、なるほどね。カーテン閉めてる。うん。生まれがここですか、それともとついてこられる。嫁に来たんだけど、生まれは老いたし、老いたし。あ、そうなんだ。男前に来てくれたら、酒飲みをしては知らんけど、酒飲みそば、肝臓動脈瘤もやって、7ヶ月入院してるし、患者やられしない。あ、そうだ。男前これ、食べるよ、つまんない。男前作っても、子は、子供は3人もいるけど、女の子にじゃあ、こっちがみんな3人かけるとか、結婚してる。ああ、ほんと。結婚式もミラン語だね。成人式もミラン語だね。あ、ほんと。じゃあ、だいぶ早く。私は47号の時に。そんな若い。もう、シュートバースにつけるやつだけどね。男の量は先に行った。2年続けておすすめやつ。ほんと。61年と62年。ああ、僕が生まれるちょっと前の話だ。ゴルフ場のキャザさんしようってお金が入るやつだけどね。早速そこのゴルフ場ね、こう上のゴルフ場、うんうん、仕事知ってるんだったら子供養えるまたご飯食べたんかな。日が当たってしょ陰りゃいいけど、まだ食べてカップラーメン、カップラーメン食べてしまうよ。お湯は入ってない。入ってない、入ってなかった。入ってたらもう伸びてしまう。見えてしまう。入ってたらもう伸び伸びよ。ああ、美味しくない。美味しくない。まずいよ、まずい、まずい。なんかこんだけ暑かったらさ、もうさ、水入れといてもさ、なんか沸騰しそうよね。入って、あ、そうめんとかもいいや。ああ、いいね。野菜に行くんですよね。うん。どれ行きましょう。それから焼きそばがいいね。野菜と美味しくて。そうだね。あれ、焼きそば焼いて食べる。もうちょっとしてきたらね、多分ね、ちょっとずつこう。作り始めてる。今はなんかまだ。
聞くのはあるけど、失礼よ、奥さんおらんのか。いないんですよ。なんか一人だけ電話できるんだよ。ね。奥さんも、苦しいよ。奥さんも一緒についてくるよ。一人は空きな半分やからね、選択は一人するよ。いい半分の悪い半分って、個性が言うのはあるよ。そうです。もう、今年仕事も今のところはなくていいかって。じゃあ、切るけどね。半分は手。そうやってて引き合わん、こうた方がいい。ああ、そう。やめたら、走ってもいい。ああ、畑、田んぼ食べるだけあるけど。ああ、食べるだけは作る。うん、30キロ3つもらって。ああ、その貸してる人が作ってくれて、うん、ああ、そうか、それはいいんだ。うちには食べ物出してるよ。ちょうどいい。まあ、やっぱ、機械使ったり、いろいろしたりしたら。いや、見なかったら、終わらんとできんやん。草は草刈りちゃったりするよ、他のことはできんやんと思われてます。そうね。子供がもう、バスしてみんなで苦労してきてもらって、子供が最後、困った時の家は食べるぐらいでいいかなとかね。うんうん。なんでこれ成人式いらんごや。そっか。大体大体なやつ。個人のスナックに飲み行けたら好きでな、一人痩せてな。うん。飲ますのが好きで。ああ。そこで聞かない。考えたくないです。病院出たり入ったりね、3回目でいいですから。そう。飲んだら、もう今度は飲んだらね、なくなるよって言われてたらね、やめきらんの。ああ。好きな人はね。ご飯食べるの酒飲むのかと、ね、やっぱ酒飲みはどうっていう一杯が2杯になったらもうご飯いないっていう、うん、今見てる酒だろう、ね、気をつけよ、俺もまた飲まへんのよ飲むよ飲んだ程度だろうん、そうね、そんなに日々豪快には飲まないな一日寝酒に一杯飲むかぐらい病院に出たら入ったら2回して3回目でもう早めようと思う横断が出たらダメあ、横断ね、うん、もう目からな、足から手にもきれいあ、ほんとでそれがあったらもう受け付けるうんまた好きなのお匂いっていらんうんもういい体が自分はいいわと飲んでくる匂いで元取ってくるしかりやだあんたは早いって言われて、子供はあんたは上のねえから。そうですね。なんですよ。チャーシュー帰るって。病院行って、先端に行ったら、子供が。うん。たぶんね、お父さんの家と来てたんです。先端に行ったら。ああ。ふんなって言ったら。ああ。ふんなやねえ、向こうが悪いんだよ。違うんだよ。注意したわけ。もう何かよ。言ってるだけで言って言ってない言ったって言うじゃん言うと顔見るだけやんあとのまま病院が来てるんだろそうですね言うてたら言うとしてたら何いいじゃん紙おむつがあるって言うから昔はない犬の犬え犬の昔犬のやつが犬の犬のやつが使ったら紙おむつやった変わってたら犬のあんた洗わねてやんそうだね昔はみんなそうだったでしょ子供のおしめそうだおしめ見つかったらこのみんなさんとお店だと今こそ紙に込むしなうんもう使ってやるねサンキューのみんなおもちゃだったら荒らしいいいよね昔は本当みんなが喜ぶ金がいるわなあ慣れたら昨日より早いわもうあたこんなのに、ね、なんか好きでね、ずっと昔からいろいろ実験実験で。暑い。暑いわ。暑くて焼けつくわ。この人。
だからこのブロックを置いてるとこだけね、あのオレンジにならない、白いまんま。でも、うん、ずいぶん今年でも遅いですよね、うん、去年の梅雨入りはだってよく見たら6月の5日とかだったから、うん、もう20日間も遅い、うん、あら、雲が多い、うん、はい、ありがとうございます。うん、またね。
Thank you.
Yeah.